できたね油断するなよ近くにまだ仲間がいるかもそれじゃあ先生話の続きをするねお前は緊張感を持てばかるさまったくお前は昔から変わらないなうーんそんなことないよ昔よりかなり頭が良くなったもんほうでは教官にどこまで話をしたか覚えているんだろうなええっとああ、うん あそこでしょみんなでお風呂に入ろうとして脱衣所に行ったらアシュレイの下着がフリフリの可愛いデザインでみんな超びっくりしてそんな話はこれっぽっちもしていないというか普段は赤点と補修ばかりのくせになぜそんなどうでもいいことを覚えているんだウフフラビーさんとアシュレイさんは昔から仲が良かったですよねうん。 初めてのミーティングの時もこんな感じだったし懐かしいわね初めてのせいもあってかあの時は会議が難航してふんいい湯だったそれにしてもりっちゃんのお胸すごかったねムニムニマルル声優さんメロンうわっロロビーさん私の胸を触るのはところで ティアラそのモンスターはなんだモンスターじゃないよこの子は園芸部で育ててる魔法植物で <laughs> ウルちゃんっていうの名前の由来はどう考えても鳴き声だろすごく凶暴そうだぞそそんなことないよそれよりそろそろ話し合いを始めよう最初に決めなくちゃいけないのはユニット名 みんなで案を出し合いましょうかでは委員長の私からクイーンテッドはどうかしらクイーンとクイーンテッドをかけてみたのだってこのユニットにはティアラ様がククルちゃんが急に暴れだしてやはり危険なのかよなよな生徒の養分を吸ったりするのかち違うよ 私がピンチになったから守ろうとしてくれただけああごめんなさいってやら気にしなくていいよまだタメ口で喋るのに慣れてないだろうしよーしじゃあラビーちゃんが会心のネーミングを全員の出身国名を合わせてマルドルウェールはどうなんだそのゴロの悪い名前はそれよりワルプルギスはどうだ ドルトガルド語で魔女の祭りを意味する言葉を可愛くアレンジしてあれユニットに入ることにしたの衣装を着るのが嫌なんじゃなかったううるさい黙れリネとは何か案はないかえっえっとグリモワールとかマルルセイ語で魔導士を表す言葉なんですが すみません私本が大好きでつい本に関連した名前を困ったわね全員の個性がバラバラすぎるかもうーんあそうだじゃあこういうのはどうかな個性がバラバラならみんなの共通点を探そう私たちの共通点